BA-64 は、偵察と連絡任務のため、ソ連赤軍によって1942年から1960年代初期まで、使用された四輪駆動の軽装輪走行車である。本車は、ソビエト版のジープとも言うべきギャス -64 とギャス -67 のシャーシーに走行されたボディを乗せた軽装行車である。乗員は運転手と機関の名で、武装は、 期間1 1丁のみ、小銃弾に耐えられる程度の走行しか持たなかった。BA-64B は乗員たちから、ボブックとあだ名を付けられた。BA-64 の生産総数の記録は、ロシア側の資料でさえ異なっている。よく提見として用いられる。生産数は、ギャス自動車工場での9110両生産という、ものである。 うち3901両は BA-64、5209両は BA-64B とされる。しかし、ニジにニノブゴロドの車両が描かれている付近の記念の額には9063両という数字が示されている。赤軍の代表者は8174両の BA-64 を受納し、 その中には通信装備のついた車両が3390両含まれていた。他の車両は内務人民委員部の部隊とソビエト連邦の同盟国へ配備された。BA-64 走行車はギャスの主任設計者である VA グラチルが設計を主導した。設計作業が開始されたのは1941年7月17日である。設計時には F.A. レパンデン、G.M. ワッセルマン、U.N. セルッチキン、B.T. コマレフスキー、V.F. サモイローブ、そして他の設計者たちがいた。1942年4月10日、グラッチルは B.A.-64 装甲車と、キャス -61K ジープを生み出したことによって、第3級、スターリン国家賞を授与された。 最初期の BA-64 モデルは、ギャス -64 ジープを基礎とし、傾斜した装甲板を装備した。これは、ドイツ軍の SD-KFZ-222 の設計にいくらか類似している。1941年9月7日、捕獲された一両の SD-KFZ-222 が、試験と分析のためにギャスへと移された。 最初の試作車両は1942年1月9日に試験された。車体には SDKFZ-234 と基本形状において多くの類似点があった。またこの車両は解放された屋根とピントルマウントに装備された 7.62mmDT 機関銃を有した。この車両は乗員2名によって運用された。この翌日、 BA-64 の試作車用はクリメント・ボロシーロフに展示された。公式な公開は1942年3月3日にクレムリンで行われた。ソ連国家防衛委員会は1942年3月14日に赤軍の任務に用いるため BA-64 を採用した。本は トップヘビーによって起伏の多い地形では簡単に点灯した。改善された BA-64B モデルはキャス -67B ジープを基礎としており、より後期のホイールベースを採用して1943年に公開された。この方はまた小型重刀を追加装備していた。BA-64B の大量生産は 第二次世界大戦の残りの期間を通じて続き、1946年に終了した。最後の62両はその年のうちに完成した。BA-64B はポーランドとチェコの部隊にも使用され、また、赤軍を前進とするソビエト連邦軍で任務に就いた。戦争終結後、いくつかの BA-64B が東ドイツの警察に譲渡された。他、 戦後の遺憾により BA-64B は北朝鮮、中国及びユーゴスラビアに配備された。BA-64 は朝鮮人民軍陸軍で使用され続けている。ロシア、クレムジンの虹にのぶゴロドにて記念車両として保存される BA-64B 走行車。BA-64 の大きな欠点は弱武装にあった。 しかし BA-64 はこの不利にもかかわらず偵察や連絡任務にうまく用いられた。もう一つの長所は DT 機関銃の高い行格にあった。高速性能と良好な操縦性に加え、これは BA-64 を紫外線に投入し得るものとし、建築物の高い機材端に潜む敵不評に対して成功を収めた。の大きさから、 対空射撃も可能であったが、航空機対しては、機銃が威力不足であり、威嚇としての意味しかなかった。ありがとうございます。